どうもこんにちは。どうも。今日も金花道でやっていきたいと思います。今回は370目、あーた、3本、これで持ち。あー。支配に対して何を。あ。ジェフ?そう思ったんだ。これさ、正の式でいかない、正の式で。いいよ。ま、いや、なんか前の人の意見に結構流されることがありそうで、なんか言い出しづらいじゃん、後の人も、理由とか。じゃちょっとだけ考えて。シンキングタイム、と。3秒。3秒8、はい、5秒にする。4。あ、どうしよう。待って、むずいぞ、これ。はい、もうパッと見、もう実践でね、パッと見で。はい、じゃあ、メグザーがせーのって。せーの。G1! え、待って、G1 って言った人誰？G1。俺 G1。3人か。で、メグザーが？これ、リャンゾーって言ったけど、リャンゾーないな、これ。3点落としか？リャンゾーないな、絶対。本当、落としがちだね、メイ。3点落としのメイだね。パッと見3点落とすな。当たりを計算してたんじゃないの。あれ、ね、換算像でね、待ちたくないってことでしょ。わかるよ、気持ちは。わかる。うん。わかるよ。まあな。いや、まあね、いいシャンテンにもなるし。三面茶の形固定できるしじゃないですか、皆さん。そうだね。南三極72で。うん。向井はタンヤオ大好きだから、パワー切りじゃない。さっきのマジ、頭開いてるわ、それも。リーチだ、リーチ。スーピングリーチだよ。あ、そうだね。まあね、やむなしだよね、もうドライチは勝負手だよ、リーチドライチは。無難な感じするな。リャンゾーちょっと詳しく詰めたいとこだけどね。待って、これはね、あの、ウーピンポっていうのを見逃してて、勝敗で、勝敗じゃないか。勘違いしてて、ああ、なるほどね。頭の先は、ウーバンとローワン。ああ、なるほど。ドラ使い切れるし。納得。勝敗でしたっていう、ちょっと、後に。G1 とリュッパー時点が、あ、リャンズいるやけど 16%。 本当だ。あ、だから 16% して見落としてるんだ。勝敗、勝敗、こういうことね。ラズシミュレーション見させてくださいよ。シミュレーションは、かわわリャンゾー、リャンゾー、リャンゾー正解だ。さすがメイ、リャンゾー。いや、さすがっす、それはリャンゾー正解だった。これはメイかさ。いや、これさ、順目ごと見たいわ。7巡目でシャンテン落とすよ、これ。さすがっす。やっぱ受け入れ枚数がね、いいシャンテンピーク理論ってことっすね、メイザーさん。いやー、ついてってよかった。あねえもん。あー。ヤンゾーチーマン。いや、もうほぼ、ほんと、超いい分岐点じゃん、これ。ぴったりじゃん、ぴったり。ちょっと
と金馬ちょっと本気出してきたね俺けどさこれ50目だからってリャンゾーってできない気がする。確かにいい視点だね。今チーマンって答えた3人は。いや、まあ、3、4巡目だったらリャンゾーを切ると思う、ね、3、4巡目ならね。7巡目はもう論外で、6巡目もチーマンだし、5巡目が悩むぐらい。そうだね、まあ1列目7巡目は量刑になりそうだよね、リャンゾー切ったら。もうほぼ100量刑になるからじゃない。頭をね、あと仕事になりそうな感じもあるし、まあ、あと、ね、そう重なりとかもいけるしな。メイベサさんさすがっすわ。ちょっとびっくりした。これドラリャンゾーダメだ、なんでもない。ドラ票1枚出てるっていうのもでかいんかな、割と。そうだね、これドラ票がだったら、だからそりゃそしたらもうねえ、いや分かんないけど、チワン、なんか俺がこのシミュレーターで学んだのは、3、4巡目は序盤でも6巡目はもうイーシャンテン優先みたいな、そうなんだね。なんかそんな傾向あるよね。あるある。でよっぽど、リャンゾーの受け入れ戻しが有効だってことだな、他が量刑で。そうだね。さっき何巡目だったっけ、さっきの問題。はい。さっきね、結構、あれは60、あれ60目じゃなかった。そうだよね。からいや、むずいな。イーシャンテン、違う、シャンテン戻しをするときは、基本6巡目はもうアウトで、ただめっちゃ量刑なら6、7巡目まで OK っていう。6巡目でね、シャンテン戻し。話だな。さっきはそのシャンテン戻しの形が良くないもんね。そう。これ戻すと受け入れが死ぬほど広くなるから、戻し、7巡目の戻し力ってことっすか。なるほどね。いや、いい問題ですね。実践的な。実践的だね。僕チーマン切ると思うけど、これ学んだ後でも。7巡目はもうチーマン、普通に切りそうだね、これね。そうだね。いや、2巡目は2巡目でなんか考えちゃうかもしれない。三蔵速引きを。ちゃんと持ってきたーって、仕事があるか。三蔵持ってきたらどうすんの、フリアンゾー切って。フリテンで構えんのかな。チワン金じゃない。チワンか。うん、フリテンシミュレーションかけれたら結構面白そうだけどな。あれ上の方なかったっけ。ないか、わかんない、わかんない。あ、ごめん、これちなみにさ、ダメだ。できねえか。いや、この三色が見えない状態だったらどうなんだろう。だけど、ファーストできないよね。なんか、あげよう。あ、そっかそっか。そこら辺を変えればいいのか。めっちゃ感されてる。あれ、なんだっけ、それ、何巡目の、何の問題だっけ、トーン、曲？あ、これ、いつの問題だっけ？うん。5月18とか。あ、この問題自体？そう。なん3曲7巡目。3式ないと、あ、3式ないと、チグワンだね。あ、なるほどね。打点も結構3式。そうだね。あ
あそこの三色っていうのはでかいんだな。なるほどね。なるほどね。じゃあ最後の挨拶を一言。あれこれ何三曲だったっけ？どう？何三曲だよ。まあ変わんねえか。何三曲じゃあちゃん。まあまあシャンテン戻すときは順目を確認して6順目よりあとは基本戻さない方がいいっていうことを念頭に置きながら、ただシャンテン戻した時の受け入れ枚数が増えるのであれば6巡目以降も戻していいっていうことをちょっと頭に入れておくという感じですかね。長だと G1 でした。まあ超微妙ってことか。 G1 ウーピン、リャンゾーは線が出てない。うん、でしたっていうことですね。まあほぼ期待値変わんないから、まあほんと誤差っていう感じだね。まあただあの三色が見えなかったら完全に血を切った方が良いだったんで、まあそこら辺を考慮すれば、まあ君も上級者への仲間入りっていう感じかな。見てくれてる君も。はい、ということで目指しましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。